サクコイ。ウユツデイ。ウユツデイ。最近モヤモヤのテーマあってユニアやってなかったんだよね。だからゲームが全然集まってないね。いやこれもクリアファイルにしてもらえません？あれ安すぎんか？500円で7人分やぞ。生写真にしてくれていいんですよ。一応20連いたしましたが。爆死というやつですね。優勝だとお得ですよ。優勝ねお金ないんだって。んと特に欲しいおまけないっすね。ということでユニアは諦めました。かかる金額がちょっとな。 SSR 確定じゃないしな。なんかコイン100万超えてね。イベント走るとめっちゃ溜まることに走ってみて気づいた。コインとパールはなんぼあってもいいですからね。ということで本日のチャレンジ報酬ゲット。さあどうしようかな。何の話？ハブの女カードの話。課金することは確定したがいくらにするか。楽しかった。28分の4。7分の1か。今159枚、あと141枚。 140×7 は980。スタミナチャージ代50個セットを2つ買えばいいんだが、それはそれで問題があるんだよね。どんな問題？やればわかるのでとりあえず買うか。報酬込みで1000石あるから4900円の買えばいいかな。これでスタミナチャージ100個買えるね。うん、100個買えたらいけるわけじゃないんだよ。とりあえず50個買って様子を見ます。今残ってるスキップチケットは92枚。楽しかった。またね。59枚。ほぼ半分やん。続いて60枚が。またね。33枚。33枚が。楽しかった。またね。21枚はなかなかいいね。21枚が。またね。16枚めっちゃいい。16枚が。楽しかった。また、ね、9枚。これスタミナチャージ代50個使い切れやんな。わかってたやろ。楽しかった。いやあまりにもなくなるペースが早い。どうするのよ。そりゃスキップチケットを交換するしかないんだけど。まだ28個も残ってるんだからそうなるね。さすがにオート回してどうにかなる数じゃない。楽しかった。またね。はよスキップチケット交換に行けよ。楽しかった。編集しながらゲーム中の自分にキレております。カットの数が多くて手間と時間がかかるだけやねん。楽しかった。またね。やってる時はこのアーダコーダが楽しいんだけどね。またね。まあゲームだからね。でもこの2枚しかないのをさ。またね。何回も繰り返してたのは本当に。楽しかった。昼間の自分をしばきに行きたい。まあ頭もやもやしてるしアニラの用意もあるからね。25個もまだあるんだしさっさとスキップチケット交換しろよ。スキップチケット交換するとスタミナチャージ代50個もう1セット買えなくなるから考えてたの。まあそれはわかるけども。ということでもう少し考えるから。楽しかった。ハブの女メダルの方はどうなってるわけ？そっちの方が重要じゃね。そうだそうだ。見てたらわかるやろ。まああんまりだね。楽しかった。またね。今208枚だね。さらに課金のコースか？それは微妙だね。おとなしく買うか。いくつ買うの？とりま今持ってるだけのスタミナチャージだよ。消費できるぐらい。60枚交換したのね。石720個。またね。62枚が36枚か。あーきつい。楽しかった。またね。
香水分増えたから39枚。楽しかった。またね。うわ。これは追加購入の予感。やだよ。なんで29枚も持ってんの、ま、あんた。なんかちょこちょこ増えてんね。まあ多いのはいいこっちゃ。またね。適当だな。一本の動画をカットしてるはずなんだが。またね。さすがにボックスガチャとかはカットしてるけども。もうボックス6だから何も面白いことはない。楽しかった。またね。ジョハグの女メダル。これで初恋ブレザー全員揃うね。まだあと15個もあるってどういうことですか？さっき言ったボックスガチャの分増えてるからね。とにかくこれ全部は消費しないとダメなんだよ。全部消費したってハブの女メダルは足りない計算なんだ。買うのにも努力が必要。またね。半分以下は辛いって。楽しかった。またね。7割ぐらいでドロップしてほしい数や8割。だいぶ減ったやん。よし使い切るぞ。楽しかった。またね。リクエスト通り8割。嬉しい。楽しかった。神。楽しかった。編集も疲れてきたらしい。本当はアニラの準備したいんだよ。またね。今日がアニラ前の最後の休みだったんだ。オップジに使い切ったね。楽しかった。またね。279枚、あと21枚。よし、スタミナチャージ50個もいらんな。ここでももらえるしな。とりま10個。スキップチケットもケチらず購入。47枚でいけるだろうか。惜しかった、ま、今気づいたけどこの時のハブの女メダル率やばいな。4分の1ぐらいだったね。またね。今回も後半になるほどドロップ率高い。誤情報になるかもだからやめとき。そやな。隙間風を聞きながら頑張るわ。他のカップリング全然聞いてない人。え？あれ？ドロップ率が良すぎて一気に300個いったという。石240個節約できたなぁ。もったいない。まあもうせんやろ。覚醒はさせたいからなぁ。どやろ。ということでさっきも見た通りコイン余りまくってるんじゃ。金遣いが荒い。これスキル時あなたはハブの女だよって言ってくれるんかな。大人デートもついでにレベマ。財力だけはある。お美人さんすぎんか。ということで試してみた。今日も頑張ろう。一緒に帰ろう。こっち来て。一緒にいると楽しいね。今日も頑張ろう。ずっとずっと一緒だよ。一緒やった。いくら使ったんだっけ。頑張ったら5400円でハブの女カードはゲットできます。この人の場合です。楽しかった。覚醒頑張るぜ。ちな順位は400位入れないかなって感じ。